では、うん、そこから二等兵はふむふむと、うん、なるほどと、四つのタイプ面白いねと。あ、どうぞ。なん結局何かっていうところですよ。主題、今日の主題はい、はい、今日の主題は、はい、タイプの話ではなくて、うん、僕の中では、うん、死んじゃダメだよって話もあるし、自分なんてなくていいんだよ、うん、これでいいのだ、そう、これでいいのだ、うん、要は、うん、よくなんかその自分がないとダメなんですみたいな、はい、あ、要は自分がないと私はダメだと思ってる人が、うんうんうん、自分はあるんですって言ってるのは僕はいいと思ってるんですよ、うん、それは OK 持ってくださいはい、はい、と思ってるんですけど、うんうん、自分がないとダメなんですよ、うん、でそれをギュッてやってくる輩に対しては、うん、お前あかんやろそれって、お前自分ってなんだよって、うんうんうん、っていうのをが伝えたかった、うんうん、なんでコメントで、うん、自分がないんですけどどうしたらいいんですかね、自分がないっていう自分を持ったらいいんですよっていう人に対してのメッセージとしては、はい、いやいや、だってそもそも人間って、うん、人の意識は何かに働きかけられて初めて反応するものだから、うん、それまでは空っぽだよ、うん、だから別にそんなの、自分ってなんだろう、うん、じゃなくてその時に反応するのが自分だから別に、うん、それが自分でいいじゃん、うん、だからいいんですよ、そうやって思ってればいい、思ってればいいよっていうのが回答と一つとして出せるなっていう、だからまあこれでいいのだって思ってればいいんですよそうそう、もう本当、はい、っていうのが言いたかったことの2つ、はい、で、まあ、自分なんていらないよっていうのが言いたかったのと、うん、人はメディアとして機能したときに幸せは感じるものだよ、うん、で、人のタイプがなぜあるかっていうと、ミームをパスするときの偏りでタイプがある、うん、で、それで自分が生かしたときに人は幸せを感じるんだよ、うん、だとするとこの先ほど挙げた4タイプの基本が分かっていると役に立つのではと思ったわけなんですよ、うん、なんでさ、ちょっと変えてもらっていいですか、ごめんなさいね。で4タイプの成長プロセスで挙げたんですけど、例えば今自分は司令型だとすると、うん、多分僕って今腰巾着なんですね、はい、レベル的に言うと、はい、あ、もうまさしくそうだと、うん、でも、あ、僕なんか実はひょうきん型だと思ってたんですけど、うんうんうん、もう一回ちょっとやり直そうと思ってるんです、はい、僕ね注目型のはずなんですどっちなんですか、僕注目が注目型のはずなんですけどはい、はい、要は僕の目指すところって、うん、劉備とかだなと思ってたんです、うん、三国志知らない方ごめんなさい、要は強いやつ、頭がいいやつは、うん、周りにたくさんいるんですよ、うん、その本人は強くもないし、うん、頭も良くもない、うん、けどそいつは親分で最後王様になるんですけど、うん、僕そこだなと思ってたんですね、僕もそこだなと思ってました、自分が、はい、違いますね、多分どっか違うところにいますよあ、注目が高って言われると、はい、そうではないけど、はい、劉備って言われるとそんな気がする、なるほど、みたいな、劉邦って言われるとそんな気がする、はい、で、うん、でこれ例え下げます、はいはい、だとすると理想型にいる人が今、うん、自分どこかなとか、うんうん、法則型の人どこかなみたいなのがあって、うん、じゃあこれまた次回なんですが、うん、4タイプにはなんか列位の法則とか、うん、優位の法則とか、うん、対抗の法則みたいなのがあって、うん、そこもまた面白いので、うん、動画にできればななんて思っております、うん、はい、うん、すいません、なんか一人で突っ走ってしまいましたが、はい、ちょっと腹が立ったのでね、うん、立てることでもないと思いますよ、体調はね、うん、はい、で多分、うん、そう、僕は自分を理想理想と思ってるんですけど、うん、また多分ここですよね、うん、こっちでうまいことやってるやつがいる、うん、っていう今の僕のこの怒りが、うん、この勝ちたい、こいつに勝ちたい、うん、から来ているのか、うん、なんか理想、うん、間違ってる、お前は間違ってるみたいなところから来ているのか、うん、でも間違ってる、ただ目指したいからやってるのか、うん、っていうか、でもそうすると、はい、単なるパフォーマンスじゃないですか、そう、目指したいから、こっちで別に盛り上がってても関係ない、ああ、なるほど、うんうん、イラッとは来ない、
イラッとしたパフォーマンスしたらウケそうみたいな感じじゃないですか。本当はイラッとしてないけど、まあ、僕は今やってるかもしれない、うん、やってるかもしれない、はい、あの本当に目立ちたいだけであれば、うん、パフォーマンスっていう、うん、その辺が、うん、ちょっと今自分でもね分かりかねてます。はい、はい、まあでも所詮は、うん、僕なんてあの、うん、まあ人なんて空っぽですから、うん、反応されて何かに初めてバッて湧いてくるもので、うん、確かに腹が立ったのは本当なんですね。腹が立つのがあまりよく分かんないですもんね僕。けど多分体調は僕の中ではなんか法則型なんですけどね、うん、僕もあの説明を見ると法則型かなって、あのはい、対極にいるところかもしれない。はい、はい、で嫉妬みたいなのが湧くのは少し分かりますと。嫉妬湧かない、あ、横でうまくや、僕結構ツイッターとか、うん、まあ、YouTube で結構それ発生するんですけど、うんうん、なんでこんなやつが、うん、こんなに多いんだろうとか、そのそういう嫉妬はもう結構発生します。それが起きた時に、はい、起きた時にというか怒りとかっていうよりは、はい、あ、これ参考になるわみたいなのしか出てこないっす。あ、こういうの投稿すればいいんだとか、ああ、なるほど、あ、俺もそっちに乗っかればいいじゃんとか、はい、そんなのしか思い出てこない。多分うまくやってる人を見た時に僕が注目型だとすると、うんうん、OK、こっちで旗立てれば、うんうん、あ、そのやり方あったんだって、そうキュッて、うん、で怒ってるんです、うん、ってやれば、うん、みんなが見てくれるかなっていうのは分かります、はい、うん、だけどまあ本当にイラッとは しないというか、ただね、うん、イラッとして本当にイラッとはしたんですあ、はい、怒りの感情も自身に何か引っかかるところがあるから気持ち的に落ち着かないのですかねと。嫉妬するとしてそのツイッターの人と張り合って救済をばらまきたいですか。質問の意図がよく分かんないんですけど、その僕その人に対しては、うん、あなたがそれでしか生きられないなら、まあ、っていうかあのその人が言った何でしたっけ、もう一回言うと、学んだ心理学で、うん、60歳過ぎて自死するのはなぜか、うん、これは自己統一感を得られなかったからです、うん、自分とは何か、自分の人生は何だったんだ、うん、人生の終盤にその感覚が得られないと、うん、虚無感と絶望に飲まれ自死することがある、うん、っていうっていうのを、はい、それがないと自死しますよって言われたって受け取ったってことですよね、っていう、うん、害悪なものがばらまかれている、でそれを受け取って不安に思う人もいるだろう、けしからん、うん、うん、僕はそれをそのまま受け取りました、ありのまま。へえそうなんだですか。へえそうなんだというか、そういう人、はい、自死する人、自殺する人は、はい、そういう心理なんだ、逆ですよね。なるほど、あ、なんかこう暴飲暴食してたら早死にするよみたいなもんですよね。っていうと多分僕が多分この恐れているのは自分がどっちかっていうと、うん、あの神経症的で、うん、多分僕繊細さんになるんですよ、うんうんうん、人の目を気にしてとか、うん、そっちのプロからすると違うんでしょうけどね。あ、繊細さんのプロの繊細さん、プロの繊細さんからすると多分僕は違うんですけど、はい、多分どちらかというと僕もその不安があるので、うんうん、不安になったってことですよね。言うなよそんなこと、うん、そんなのねえんだよって急いで多分旗を立てないと、こっちで、うんうん、自分はなくていいんですよってっていう旗を立てないと不安だっていうのが働いたのかもしれません、うん、あ、その僕なんか僕単なる原因の話をしてるとしか捉えてないっていう、なるほど、うん、自殺する人の原因はこういうことですみたいな、はい、タバコ吸うとがんになりますみたいな、はいはいはい、でもタバコ吸う人全員がんになるわけじゃないじゃないですか。だと書けばいいじゃん、うん、っていう人もたまにはいますよとか、うん、たまにはいますよってこの波線とかつけてくれたら、ああ、パターンの話ね、うん、自殺した人を分析するとこういう人ですよって言うと多分そういう話し方になるんじゃないかなって。いや違うね、でも心理学、はいはい、うん、っていうふうに受け取ったから、はい、あ、そうな、あ、その可能性はあるかもねっていう。で僕はそれを、うん、なんだ心理学ってそんなこと教えてんのかよと、うん、あ、はいはい、心理学もそうねと、うん、人を不安にさせてお金を儲けたいのね、うん、で僕は受け取り、うん、否定せねば、こいつらを否定せねば。でも本当に自殺する人がそういう風だったら
どうしますかって話とすると、僕はもしかしたらこれはこうやって言えば旗が立てられるんじゃない、うん、っていうので、僕は今なんかこのね、うん、揺れたりしてます、うん、どっちが本当の僕って。まあだからそのイラッとしたのも多分本当なんじゃないですかね。両方本当の僕です、うん、これは、うんうん、はい。でまあ、多分そういうこと言われてイラッとするとか、はい、苦しむ人がいるっていうのも多分そういう人もいるんだろうなって。実際2時間前に、うん、私も自分ないんですけど、うん、どうしたらいいんですかね。僕も自分ないですもん。自分があるって思ってるだけですもん。自分があるっていう人は。あ、そうそう、うん、で僕はその人に対しては僕は否定はしないんですよ、うん、どうぞそれでいいですと、うん、と思ってます僕は、うん、で自分がないっていう自分じゃないですか。柔軟ってことです。それまあ悟りですけどね柔軟ってことですよ。悟りですよ、それ、はい、空ですよ悟ったんですねって、うん、でまあ悟ったのかどうか分かんないけど、僕の場合は迷うわけじゃないですか。こっちがいいかもしれないけどこっちもいいよな、でどっちかって言われるとどっちでもいいになるわけじゃないですか。っていうとそれが人間なんですよ、うん、でまあ別にそれで悩まないからいいんですよ、はい、それでもやっていける。そう、悩む必要もないんですよ、うん、で悩む必要もないんですよ。それで苦しんでるんですかねっていう。で僕の中では、うん、絶対苦しんでる人いるんですよ。それだってそういう動画を上げる人いるもん。自分がないとダメなんですよ。それって多分人に言われたとかですよね、きっと。でも人がバウンダリーを超えてこようとするんですよ、人の。多分超えてこようとしますで、うん、僕みたいな繊細さん、うん、僕派の繊細さんは、うんうん、そういうのを受け取り、うん、僕は今この、まあ、筋トレしたばっかなんで、はい、こんちくしょうなんですね、うんうん、ちょっと今好調時なので、うん、ガッて受け取ってボイって捨てれるんですけど。でもそれも反応じゃないですか。本当はスルーですよ。で受け取っちゃいけない。僕が落ち込んでる時だと、うん、これ受け取るとはあそっか、うん、自分がないとダメなんだ、うん、ってなるのが分かるので、うん、許せないになるんですね、うん、あこいつ許せんって。だから本当はそれ全部スルーするのがいいんじゃないかなと。でバウンダリー超えてくる人はブッダはいます、はい、ブッダの言うことはよく分かります。僕ブッダそうやって言ってますはい、はいはい、っていうのを伝えたかった、うん、はい。